キチャンネル。ジョン。こんにちは。ドラフト総チェック。昨日ドラフトが行われて、はい、うん、ねえ、面白かったですね。面白かったです。まあ、うん、全く関係ないからね。はい。そう、まあ、私もファンとして楽しんでるんで。でもその前に、はい、若丸さんの始球式チェック。ありがとうございます。はい。うん、テレビ見てたんですよ。はい。映らなかったです。そうなんですよ。いろんな人からあの中継見てたのに映りませんでしたって来ました。スタメン発表してました。だからあのおーっていう声だけ入ってました。はい、私も見ました。で、あとあの、はい、YouTube 探したら、はい、なんかいろんな人が上げてくれてて、そうなんですよ。で、それで見ましたよ。はい。ノーパン。はい。ギリ届いてたじゃないですか。ギリギリでした。はい。はい。一つ気になることがあるんですけど。はい。何ですか。なんか振りかぶってんすか。いきなり。言われると思ったー。はい。絵面気にしたんですか。違う。俺もう見た瞬間に、おら、何振りかぶってんの。これ完全絵面気にしてちょっとかっこよく見せたなって思ったけど違うんですよ。いやこれは、うん、あの本当にその木曜日に出るんです、うん、私の始球式の、うん、その裏側みたいなのが、うんうんうん、に出てると思うんですけど、ここでネタバラシしていいですか。出てんのその理由が。なぜワインドアップにしたかっていうのが出てるんですよ。じゃあそれは俺もチェックするわ。じゃあその動画見て。あ、すごい、私今すごい言い訳じゃないですけどなぜかってすごい言いたいんですけどそれじゃあ見るわ。ちゃんと理由があるんですよ。理由あるの。私すごい葛藤したんですよ。じゃあそれは、うん、じゃあそれ見てから、はい、あのもう一回聞くわ、はい、今日が水曜日、明日だ、明日出るから、はい、じゃあその明日出たやつを見てから、はい、もう一回聞くわ、うん、あ、そうですね、うん、金曜日の動画でそれについてちょっとしゃべる、うん、そうだね、はい、なのでもし明日よかったら私の始球式の裏側見てください、うん、はい、ね、じゃあそれを、うん、見てから、じゃあもう一回金曜日に聞くから、今日はじゃあこれぐらいにやめとくけど、はい、俺が一番最初見た感想は、何張り切ってお前、ワインドアップしてんの。いきなりまだ変わったことして、お前、届くんかお前ちょっと。理由があるんですって。あるんですか。理由があるの。そう。あるんですか。ちゃんとあります。まあでもノーパン届いてたからね。まあそうですね。うん、はい。だってあれ、キャッチボールも。あれ、それも言っていいんですか。見てください。それで金曜日に言いますね、うんうん、じゃあ金曜日の動画でね、はい、また言いますんでね、はい、見てください明日、はい、さあ今日は、はい、ちょっと視聴者の皆さんのご希望に沿ってですね、はい、阪神から。おー、いつも大体ね、はい、タイガースはやっぱ人気球団なんで、うん、後の方にしてましたけど、はい、あのタイガースファンの皆さんがですね、うん、あのドラフト の予想は、うん、阪神一番後ろだったんで、はい、あの評価は上バージョンにしてくださいっていう言って折り返してくださいね、はい、だから今日はね、はい、あの阪神からっていうところでね、はい、まあ、ちょっと振り返っていきましょう、はい、阪神はねドラフト1位小園君行って、うん、で DeNA と抽選 で、はい、で外して、うん、で森木君、うん、ほらあれ僕あのちょうど皆さん阪神の事前動画ありますからね、これを見た上で僕が予想して、あとチームの欠点足りないところどういうの取った方がいいよっていうのを言ってるはずなんですけど、え、ちなみに何て言ってました。いや、あの第1位は森木くんだって言ってました。言ってました言ってましたね。おまあまあね、あの最初小園くんでしたけど森木くんになりましたね、うん、だからまあ多分森木とか小園とか達とかあの和馬とかやっぱ高校生そんな慌てていらないから、うん、その高校生の4人の中の誰か行った方がいいと思うけど、うん、まあ、球児のコーチつながりで森木君とかいいんじゃないのって言ってね、うん、だから球児のなんかツイッターで喜んでたよ。ああそうですか、うん、コーチだから、で他に何か言ってました。あとキャッチャーは、うん、あの獲得した方がいいっていうふうにも言ってましたね。下位で高校生とか取った方がいいって言ってませんでした。あの言ってたかもしれないですね、まあ、松川君取れたら松川君取った方がいいけど、はい、そうなんです。やっぱり2位とかで残ってたら松川君っていう、おじいさんがね、うん、タイガースワンなんで、でもロッテが1位で行っちゃったんでね、はい、で、あ、取ってます？下位で高校生のキャッチャー取ってますね、7位で取ってますね。京都国際、はい、甲子園で出て、うん、中川隼人選手、はい、取ってる、うん、ほら当たってる、分析当たってますね、うん、当たりましたね、うん、もうこと細かく分析してるから、はい、伊達に全試合見てきてないからね。そうですね、ああもう補強ポイント、すごいですね、全12球団の補強ポイントを言えるっていうねだから俺、はい、あのジムとか、はい、そういうのの方が得意なのかも分かんない。あー、なるほどだから調べて球団の分析のところとか、そうそうそう、の方がすごいのかもしれない、うん、だから俺、業務委託契約結ぼうかな、球団といいです、客観的に見てて、何のデータが必要かとか、そういうのなのかな、そうそう、やっぱ俺はこうだと思いますよ、うんうん、みたいな客観的意見としては、はい、そしたらあのはっきり言ってくれるじゃん、
あの昨日の動画のロックのキャッチャーみたいに、はい、あの俺とかもうはっきり言ってくれるやん、ちゃんと。もうあれ私見て結構びっくりしましたよ、ね、こんなはっきり言うんだと思って。いやみんなが持ってること言ったもん。いやでももしかしたらだってトライアウト受けたりするかもしれないじゃないですか、もしねそうなったとしてもです。いやでもこれは俺の意見だからね、俺の意見が万人の意見じゃないから。うん、そうですけど、うん、あのコメント欄でも結構はっきり言っててびっくりみたいな、うん、あのコメントされてましたね。いやだからまあ反論あるんだったら結果残してほしいよね。思ってはいるけどみたいなね。そう、俺だって言われてたんだから、俺5年目で一軍定着したけど何が逆指名で即戦力やねんちって全然打たへんやないかって言われ続けて、はい、結果残したら誰も何も言わなくなった、はい、じゃああの厳しい2人がまだまだ再起する可能性も、うん、まあ俺はないと思うけど、あの本人と努力次第だよね。そうです、努力で、うん、全然まだまだ、はい、うん、でも、これはあのベイ FM、 俺ベイの生放送と同じことよ、ベイでも言ったからね、同じこと。そうそう、生放送で、はい、ラジオでね、うん、でも入った時が一番うまかった、はい、本当ですか。ルーキーの時がですか、が一番うまかった。まあね、どういう意味なんだろうね、よくわかんないけど。さあということでね、阪神だから1位森木くん、はい、よかったね。そうですね、小園くん外しても、うん、森木くんを抽選なんなくて、うん、しっかり1巡目で外れたけど、うん、単独指名できたのは大成功よ、うん、めちゃくちゃ大きいですね、うん、俺、うん、もう一回抽選あるかなと思った正直、うん、その中で引けたのはすごいいい傾向やと思う、うん、はい、しかもまあね球速も出るし、だから将来の球児になる可能性もあるよね、うん、はい、だから球児だって最初入ってきた時はそんな言うほどバットしなかったからね、途中からグーってリリーフになって先発の時そんなバットしなかったもんね、はい、リリーフになってからこうってきたんで、うん、まあ、そういうねこのなんちゅうの成長曲線歩んでいってもらいたいし、まあ、阪神としてはこんなのもう1巡目引けたのと同じ。そうですね、うん、もう小園立つ風間森木は、うん、だからね一番面白いのが、はい、この4人が5年後、うん、誰が一番になってるかが思うよ。あ、そうですね、こうやって言われてる中でね、うん、みんななんかビッグ3とか言うやん、はい、本当に全員ビッグ3、ビッグ3とかビッグ4って言われて、はい、本当に全員ビッグになった人いるのかな。世代とかちょっと前で言うとあの村上のあれですよ、ね、そう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 、村上、清宮、安田でしょ、はい、もう今ビッグ1だからで、だからまあ、まあ、みんながすごくなるってことなかなか珍しいですからね、うん、まあ、どうなっていくかってめちゃくちゃ楽しみですよ。でもまあよかったね、うん、で2巡目で、はい、鈴木優斗選手、はい、創価大学から、うん、ピッチャー、はい、結構すごい注目されてたね、ピッチャーですからね。そうそう、でまあね、うん、左はね、はい、まあ、欲しいっていうところもあると思うんだよね、うん、まあ、高橋あるとね、で伊藤出てきてね、はい、いい感じでいるけども、もっと層厚くしていこうっていうところで152キロの球威あるストレート、はい、体力にも自信があり、うん、長いイニングを投げられる、うん、本当に欲しい体力はね、ローテーションで回れる体力なんだけどね、はい、はー、そんなもう1年間だってよ、はい、俺はもう言いたい、うん、あの日刊スポーツだから、はい、あえて言いたい、うん、あの9イニングは投げれます。そうです、それを1週間に1回1年間通してこその体力でもですね。そうそうそう、うん、でもまあ良かったね、しかもなんか、はい、うん、うちのあの野球大好きスタッフによると、はいはい、開幕一軍当確って、へえ、あ、そうですか、うん、ぐらいの感じで来ると思って、へー、あ、一番良かったですね。森木君はね、うん、やっぱここから体力作りしていかなきゃいけないから、うん、1年目からっていうのは、まあ、2軍ではいけるんだけど1軍で、はい、まあ、よくてシーズン終盤だろうけども、うんうんうん、この鈴木投手はもううまく怪我なくいけば開幕一軍らしいです、はい、もう言ってんで、うちの本当本当に、うん、だからこうタイガースファンの皆さんはね、はい、注目してみておいて、楽しみ、はい、うん、開幕一軍使う、はい、で3位桐敷拓磨選手、はい、新潟医療福祉大学、ちょっと紹介しましたね、動画で、ね、言いましたよね、はい、うん、あの東北福祉大と医療福祉大で、あ、福祉大系で、はい、最速150キロの直球が武器の奪三振、うん、マシンマシンだよ、はい、うん、左右を苦にせず打者のインコースを強気に攻める、趣味は F1 レース鑑賞、顔がえげつないもん、写真のどういうことですか、顔がえげつないって、なんかもうやったるぞぐらい、もうこうなんか、あ、でもほんとキリッとしますね、うん、うん、かなり気合入ってるよ、高校生が夏の高校前に写真撮る感じの、これすごい、でも俺は好きじゃない、俺が好きだよ、はい、嫌いじゃない、うん、うん、リリーフとか下手したら来るかもわかんないね、あ、やっぱりリリーフがやっぱ薄いから、うん、俺は阪神もリリーフ取った方がスワレスのね、はい、代わりがいないから抑え候補も取った方がいいんじゃないのかっていうところで、うん、ひょっとしたら、まあ、これね左だからねあれだけど、リリーフでね、うん、入ってくるかもわかんないよね、そうですね、うん、パワーピッチでね、うん、はい、4位前川右京、うん、智弁学園、はい、これもいいじゃないね、はい、まあ、結構俺は巨人散ってたんだよね、
あの岡本とね、智弁智弁でいけるんちゃうかっていうところでね、あの書いてたけど、はい、外野手、うん、俺外野手いんのってみんな思うかもわかんないじゃないですか。井上とかもいるよ、履正社っていう、はい、あるの秘密が、あるんですか。まあ、今近本がね、はい、まあ、タイトル取るかっていうところでセンター、うん、でレフトがまあサンズちょっと今調子悪い、はい、でライトが佐藤でもちょっと調子悪いっていうところでね、うん、序盤は良かったのよ、はい、サンズ、近本、佐藤で、そう薄いね、よくよく見たら。あ、次がいないってことですか、うん、だから今ロハス出たり、うん、まあ、島田出たり、島田もね、はい、この前ヤクルト戦の2戦目でイレギュラーだったけどもね、決勝点打ったりして、あと足とかでもね頑張ってるけど、はい、まあ、井上はこれから出てくるんですけど、ちょっとそう薄いなっていうのを感じるのと、で、まあ、将来的に佐藤がサードっていう手もあるから、はい、佐藤サード大山ファーストもあるのよ、うんうん、手としては、はい、そしたら外野が空くから、そこにこのね前川とか井上とかがこう将来的に、うん、あと5年後ぐらいに入ってきてくれて、うん、その時には佐藤君がサード行って、うん、っていう布陣もつけるから、あ、じゃあ見据えてですね。そうそうそう、これはねいい、良かった、うん、そうですね、うん、外野手もそうやって見ていけばね、はい、だそういう多分思惑があったのと、ちょっと層を詰めて、うん、で外野手の控えが足は速くて、こうなんか表現悪いけどちょこまかした選手が多いから、はい、語彙力がないんでね、はい、あの、ま、分かりやすいですよ、分かりやすいやろ、分かりやすいですけど、はい、あの他の表現方法が分かんないっていう、はい、そうですね、来た選手が多いから、はい、こういったところでこのパンチ力もあってっていうところを井上、前川で競争させてね、はい、まあ、どっちか一人が、うん、まあね、クリーンアップ打ってくれればいいんじゃないのかなっていうところでもいい感じだし、うん、はい、で5位のピッチャー岡留選手、うん、ね、亜細亜大学から低いリリースポイントの、だからこれも多分リリーフ候補ちゃうかなって俺は思う、うん、正直、はい、だまあ、やっぱりそこをね抑えときたいっていうところでこの桐敷、はい、岡留やと思うんだよね、うんうん、で多分この鈴木は先発候補やと思う、はい、で6位外野手豊田博士、これね前川君は高卒だからちょっと時間かかるけど、はい、そうですね、この多分6位の豊田選手で早めにね、うん、この社会人上がり、はい、近本と同じようなことを期待してるんじゃないのかなっていうね、もうだから開幕1軍にいていい選手ってことですよね、うん、だ入れる可能性もあるね、何、うん、かあったらすぐにもう外野のバックアップ1番手ぐらいの感じで1年目から期待してるかもしれない、はい、で7位でね、はい、長川選手、これはもう俺が言った通りやっぱキャッチャーはね、はい、ちょっと若いのがいないから、うん、まあ、取っといた方がいいかなっていうところと、はい、育成がね伊藤亮選手、はい、中京大、まあ、ここはもううまくいってくれたらっていうところだね、うん、何かこういいところがあるなと思って選んだでしょうね、まあ、というところで、はい、よかったね、いい感じだと思う、取れないところ埋められたんじゃないですか、そうそうそう、分かりやすかったね、はい、今チームのウィークポイントがだからやっぱドラフトを見るのは点数じゃないんだよ、うん、今チーム関係者が今のチームをどう思ってるかを読み解いていくっていう、はい、最高に面白い謎解きパズルだね、そうですね、うん、だからやっぱこのね、うん、外野のこれ前川豊田っていうところを取ったところやっぱり外野の層が薄いと、うん、でまあ未来に向けて前川井上と、うん、で今なんとかしたいところでこの甲斐の豊田でちょっとなんとかしたい、はい、近本の、うん、のように育ってくれよと、うん、でまあピッチャーはね正直そんな別に困ってないから、うん、まあ、未来に向けての高校生、まあ、整えて森木、はい、で、あの、まあ、すぐ使えそうなこの鈴木を2位で取って、はい、霧島岡留でこうリリーフ陣を厚くしたいんちゃうかっていう、うん、いいね、そう考えると全員こう最近と未来とでなんか入ってきそうな、ね、そうメンバーだなと思いますね、メッセージ性伝わるね、うん、思いますねっていうところではね、はい、だからまあね今の阪神が何を思ってるかっていうと、うん、はい、まあ、ピッチャーは結構いけるなと、うん、でまあでも未来に向けてやっぱ若い選手も欲しいなと、うん、まあ、その代わりちょっとこのリリーフバテ感もあるし、まあ、そこを集めするために2人ぐらい取っとこうと、うん、でちょっと外野のちょっとバックアップがいないな、うん、まあ、未来に向けてもそう薄いし、まあ、これ前川取って井上と競わせて、で、まあ、来年すぐにバックアップメンバーとして使えるこの豊田を取って、まあ、厚みにしとこうと、で、まあ、あとは外国人補強とか考えながら、うん、で、まあ、未来ねちょっとキャッチャー陣も若いのが薄いから中川君を取って育てていこう、うん、まあ、いい、素晴らしい、うん、そうですね、まあ、メッセージ性としては分かりやすかった、まあ、そんなドラフトかな、うん、で、はい、今チーム事情がそういうふうな感じっていうところでね、まあ、いい形の流れだったね、そうですね、流れ的にもね、はい、このいる順番からよくちゃんと取ってるなっていうね、うん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 、っていうところでね、非常に、そして来季にじゃあ注目は鈴木優斗投手がこうローテーションに入ってくるのかとか、そうだね、でも開幕一軍らしいからね鈴木優斗の先生曰くね、うん、俺はもう本当来年の開幕が楽しみよ、はい、今のをこするからね、はい、そうですね今のところをそう、うん、宣言して声でまあ、でもアマチュアね、大好きスタッフですからね、うん、言ってたもん、さっき張り切って、そうそうそう、絶対一軍いるって、うん、はい、これだけ断言します、まずはキャンプから一軍スタート、さらに
開幕も1軍です。鈴木優斗、はい、間違いないです。お、言い切ってる。で、他の球団もいろいろ聞きたいですね。そうそうそう、そういうの各チーム1人ずつくらい聞きたいよね。そうですね、どうなるか、そのね、はいはい、ということでね、はい、ここからね、12球団やっていきますんで、皆さん、ぜひお付き合いください。はい、ありがとうございました。